おはようございます。今日は12月29日ですね。もう1年が終わろうとしてますね。はい。気温が 10.3、湿度 57% ですかね。室温が 19.9 で、湿度 25% ですかね。はい。今日は10度を超えてますから、まあ暖かい日ですね。今日は暖かい日であります。はい。今日も春ブレンドからコーヒーを立てようかと思っております。年賀コーヒーの中の、一つになってますね、春ブレンド。はい。そして今日の格言、はい。好奇心、また好奇心ですね。好奇心は無駄話が大好きである。好奇心は無駄話が大好きである。はい。何のことはない。大体雑談からいろいろとアイデアとか好奇心を大体持って、アイデアだんだん発展していくんですけど、無駄話からそういう、新しいアイデアっていうのは出てくるんじゃないかなという気はしておりますね。はい。まずは穴を掘ります。まずはお湯を半分ぐらい入れて、はい、お湯を捨てます。電磁調理器で、お湯を追い焚きしますね。で、95度になったら使いましょう。今日の格言、好奇心は無駄話が大好きである。大体何でもそうですけど、こう一人でまあいろいろなものを研究する部分もあると思うんですね。いろいろこう実験とかなんかはこういろいろこうたくさんでやるってことがなく、大体まあコーヒー屋がやる実験なんてもは大体地味にこうああでもないこうでもないコソコソとやるわけですよ。だけどその大元のスタートは大体、みんなでワイワイガヤガヤと無駄話をしている中から、こんなことをやるとこんな風になるんじゃないだろうかみたいな、話が出てきて、それをまあある意味、一人地味にこせこせと、実験していくみたいな感じになると思うんですね。だからそういう意味合いで言うと、基本的には好奇心のつまり、まあ、種ができる段階は無駄話からできてくるものじゃないのかなというふうには思います。3分の蒸らしですね。だから今はちょうどあれなんですね。緑茶コーヒーをまあいろいろやってますが、こう最初の展開からすると、一番最初はペットボトルを使い、でペットボトルの次はまあティーバッグのお茶を使い、で普通の
お茶ですよね。まあ普通のお茶を、まあまた買ってきましてですね、ティーバッグのお茶っていうのは基本的には普通のお茶とちょっと違うのはやっぱりあんまりいいお茶を使わないんですね、ティーバッグの場合は。だからそういう意味合いで言うと普通のお茶を、買ってきて、お茶とコーヒーを混ぜた状態でコーヒーを立てるっていう風な路線にちょっと、展開して、緑茶コーヒー作ってみようかなっていう風に今はなってるんですね。で、松屋敷っていうのは蒸らしが3分っていう長い蒸らしが用意されてるんで、これが一番ありがたいのは緑茶には相性がいいんですよね。なんでかっていうと緑茶もやっぱ葉が開いてくれないと成分溶けないんで、葉が開くためにはやっぱり時間がかかるんですね。だから、短時間で、こう緑茶を出そうっていうのはやっぱ無理があって、ゆっくりじわーっと、まあ、お風呂に浸かってるような、お風呂に浸かって、体から老廃物が出るようなノリの感じで、緑茶って出るんですよね。どちらかというとゴシゴシと洗うって感じよりはこうじわーっと染み出す感じなんで、だからそういう意味では松屋敷みたいに蒸らしをしっかりと取った抽出方法では、まあ、緑茶も、その後出るんじゃないかなというふうに思うので、普通の緑茶を、まあ、ドリップの状態で出してもいいのかなというふうに思ってますね。つまり、そういうふうに考えると、最初の発端、つまり好奇心の段階というのは、本当どうでもないしょうもない話からスタートしたものですけど、一つ一つの実験に関しては結構、一人で、地味にやることが多いと思うんですね。それでまあ実際にこうやって結果が出るかどうかっていうのはまあ微妙かもしれないですけど、まあ何個かに1個面白い結果が出ればまあいいかなっていうふうで、まあ、やるわけですよ。最終的にはあれですからね、ダイエット飲料となるわけなんで、あれですよね、結果は緑茶コーヒーが美味しいことが重要ではなく、最後はダイエットでないといけないんですけど、今の段階はただ単にコーヒー屋的には、緑茶コーヒーが一番美味しくなるにはどうすればいいかっていうふうに話が、展開してるって感じですかね。まあ、そこら辺が多分緑茶コーヒーを、やり始めた、お医者さんと違うとこだと思うんですね。こちらはコーヒーの専門で、向こうは単なるドクターですからね。ドクター的には別段緑茶コーヒー中がまあもう、その人がまあ考えて作ったのかもしれないですけど、深く考えて作ったわけではなさそうなので、やっぱコーヒー屋的には、レベルの高い緑茶コーヒー作らないとダメだね。実際に、緑茶コーヒーどこまで、完成度の高いものができるかっていうのはちょっと、楽しみではありますよね。まあ、実際、今日が29日だから29、30、明日までで
明日で、あれなんですね、店はお正月に、お正月っていうかお休みに突入するんですけど、結構まだあの正月気分というのが全然なく、ただ単に、忙しい日々が続いてる感じなんですよね。年末のコーヒー屋ってまあまあ忙しいわけで、まあ、結構まあ大変なんですよ、はい、問題はあれなんですね、豆が足りなくなってくる気配もあるので、足りなくなるって言って生が足りなくなるんじゃなくて焙煎した豆が足りなくなるんですけど、だから焙煎しなきゃいかんのですけど、焙煎機の掃除っていうのもまあやらにいかんなっていうのもあって、まあそういう意味合いでは結構大変ですよね。出来上がりですね。はい、ハルブレンドです。今日も東京都でハルブレンド、モカベースのブレンドでございます。ノネガコーヒーに入るやつですね。じゃあ、宣伝入りましょう。ですね、オネガコーヒー、玉木のウィンターブレンドと、春ブレンド、優しいピエロ、この 3個ですねがセットになったお年賀コーヒーですね。お年賀コーヒー、これはどうなってるかというと、こんな感じで、巾着袋に入って、ちょっと持ってくのにはちょうどいいんじゃないかという感じで、お年賀コーヒーでございます。そしてですね、キサンジンさんの方、コーヒー遊戯の方はこれですね、龍がお得、こちらはドラゴンドリームとドラゴンストライクの2個のセットだと、お値打ちに、買えますよということで、龍がお得ですね。あとはまるでこたつ、まるでこたつはピーベリーですね。ピーベリーの、コーヒーで、作られているまるでこたつというのが、キサンジンさんの方の、今一押し、新年に向けての商品となっております。はい、とりあえず今日はここまでします。